皆さんこんにちは、ペトでございます。猫島が統一を目指す三国志2のね、41回目やっていきたいと思います。さあ、ようやく武器補給ですね。大丈夫、うん、なので、そうですね、宗信さんと李から4人移動しちゃおうか。Thank you.
99。ああ、変も出してたね。
まだ35、まあ再編成やってもいいんですけど、もうちょっと後にしましょうか。で、節操さんと龍波さんをね、調和に移動しましょう。これで誰もできないんで、はい。あれ違うやん。そんなことしたかったんじゃなかったのに。あれ？ああ、びっくりした。あ、よかった、いた。
でもう一回ね、27国叩けるかっていうところですね。あー、いっぱい来てるわ。あー、でも、あー、11万いるの。まあ集めたね。ああ、リクソンさんとかカンネさんとかね。どっちで攻めるか。あ、これはラッキーかもしれん。断ります。おお、来るんだ。
あ、誰来てんねやろ。あ、革新さんか。やってもよかったな。小粒やね。これでどう動いてくるかですね。これで一人捕らえましたね、カヨさん。これ、この人強いね。あー、リョウカさんか。
で。本国回ってきましたんでね、またここで、今回は終わりたいと思います。まあ武器防具揃ってるんでね、メインどころだけで落葉行ってもいいかもしれないですね。多分10国がこれ落葉だったと思うんですけどね。では次回ちょっと参りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆様さよなら。